パカ、セイだよ。パカ、リサだよ。せこいって、それは。せこくない。ちょっと出てきてもらっていいですか。はい。せーの、さゆりせチャンネルによ。はい、おはようございます。おはようございます。もう、こういう撮影やめてもらっていいですか。私たち、まあ、歯磨きくらいしかしてないんですよ。とかね。そうそうそう。もうね、こんな姿を世に晒すなんて、本当もうやめてください。もう嫌ですね。ザビエル。ザビエルと。はい、今回やってる企画なんですけど、視聴者さんからですね、あるチャレンジをさゆとりさんにやってほしいということで、家を出るまで45秒で準備できる？イエーイ！無理やろ。はい、じゃあ早速朝ごはんからやっていきたいと思います。あ、じゃあ朝ごはん45秒、メイクするのに45秒。すごい、その通り。さすがさゆちゃん。さすが天才なんで。寒いじゃあ早速朝ごはんからいきたいと思います。レッツゴー。はい、準備ができました。朝ごはんはポスケ焼き。ウヒウヒ。じゃあいきますよ。はい、いいですか。いただきます。悲しい。何出るの。悲しい、めっちゃ。なり終わったら終わりですからね。はい。リクエストくれた視聴者さん見てくれてるかな。くれてるかな。気持ち悪い。すいません。早っ。やばい、終わる。これはないマジで、さすがに。いや、まあでもリクエスト来てるから。いやいや、リクエストのせいやん。チャレンジだから。これはあと一つ食べれなかったんですけど。いや、うちは全然食べてる。いや、めっちゃ食べてたよ。普通に食べてんのよ。まあすぐ昼ご飯だからね。とりあえず朝ごはんはこんな感じで終わりたいと思います。ごちそうさまでした。はい、じゃあ今度はメイクをやっていきたいと思います。45秒で無理だ。無理。いつも45分なんですけど大丈夫。そう、チェックしてもらって。そう、10分の1にします。で、尺線なんですけど、ここにもう使うメイク用品を置いちゃうみたいな。尺線ある。尺線ね。尺線があって。いいと思う、尺線。じゃあこの尺線やりますね。じゃあもう始めたいと思います。え、待って待って待って。尺線無駄だって。そんなリップ2本なんて塗れないって。リップ2本塗るだけで45秒でしょ。じゃあ45秒でメイク、よーい、スタート。やば、悲しい。ほんと悲しい。これ何の、大人の事情でオルゴール音になっております。普通の流してよ。お、日焼け止めを塗るリサ。肌白。お、あ、半分終わった。コンタクト入れようとしてるけどなかなか入れない。今日にかけて。お、半分を切りました。待って待って。やば、ムラ。もうなんかこれどうしたらいい？入った。終わりです。待って、久しぶりじゃない。終了。マジかよ。はい、じゃあもう、あ、やめてもらっていいですか？やめてください。45秒ですから。はい、じゃあメイク用品片付けてください。ありがとうございました。ちょっと待って、マジでこれでいくの。本当に無理、本当に無理。はい、じゃあ次はヘアメイクに移ってもらいたいと思います。お、髪の毛のセットですね。はい、はい、これずるくないっていうか。ん、誰、ラカッチずるいと思うんですけど。まさか面白いなんで。いや、もうこれはもうシュシュすな。お前がすごい。一回あれ、小切りついてるでしょ。ほら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 。じゃあいきます。45秒ですね。はい、よーい、スタート。この切ない曲に合わせて。やばい、痛い痛い痛い。あ、いけんじゃね。
あ、いけるいけるいける、いた、さやのいける、信用ならスタート結んであったんだね、さや、うん、そこの方がずるくない？いや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 、いけるいけるいける、ママミさん、こいつセコです。ちょっとこれどうなんだろうね、いけるいける、あ、やばい、無理、コメント欄あれじゃない、さやちゃんずるくね、さやちゃんずるくね、いや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 、さやちゃんずるくね、ずるくない、終わりますよ、はい、完璧です、終了はい、ストップです、はい、ストップです、お、いいんじゃない、変わんないよ、いつもとめっちゃ変わる、はい、髪型完成しました。ちょっとこれさ、さやずるいよね、え、セコだと思います、何がずるい、え、何がずるい、え、髪なんか結ばれてたんだけど、ね、え、結んで寝てたの、いつも起きて結んでるじゃん、私さや髪を下ろした姿朝見たことない、確かに起きてすぐ結んでんのか、そう、手首のゴムで、そう、ここにうわー、失敗しちゃった、まあどうだろう、これはさやのせいで検証失敗っていう感じになっちゃうけど、すいません、あのリクエストくれた方、 え、なんで、いやいやいや、ね、迎える、どうするんですか、この空気、本当に申し訳ございませんでした、許してあげようか、許してあげよう、許してあげよう、軽期待より軽かったはい、じゃあ次は45秒で今日のお洋服を決めてもらいたいと思います、うわ、これマジで重要だと思う、いやマジここだけは、いいですか、頭の中今心理それやられたら困るので、もうスタートしちゃいたいと思います、スタートよ、スタートしちゃいたいと思います、マジいいですか、マジか、よーい、スタート、これでよくね、いいですか、結構結構、なんでこんな悲しい、やっぱりね、お買い物なんでね、早いリサ、邪魔、待って、待って、何がいいかな、待って、お前さ、これ行こう、はい、決まり、じゃさ、残りはさや、ちょっと変えてもいいですか、あ、もちろんです、全然もういいや、これで、え、これ、はい、よマジ、マジ勇気ある、はい、じゃあ着替えてね、再登場してもらいたいと思います、少々お待ちください、少々お待ちよ、ちょっと待って、何何ですか、いやもうね、カメラに証拠残っちゃってんのよ、あ、なしにするってことでいい、下ばっこちゃばかなんかで、はい、じゃあ準備完了したということで登場してください、さあ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 、おー、これはやばいですね、で、私的には結構ね、合ってるかなと思います、普通におしゃれだね、普通に思った、よく45秒で決めれたねはい、じゃあ最後になります、はい、もう仕上げですね、荷物の準備をしてもらいたいと思います、よーい、おー、待って待って待って、カメラに人がいないので早く戻ってきてください、何かいるのその手持ち私の携帯持ったかな、待って、携帯も含まれた、そうだよ、残り半分になります、携帯カバー持っていい、なんか余分なもの持ってきない、よし、お、優秀、大丈夫そう、待って、私お菓子も持ったから、おー、バッチリじゃない、終了です、ちょっとやばいかも、めっちゃ適当、まあ、最低限持ってってほしいね、荷物をね、ちゃんと入ってるかどうか確認したいと思います、はい、はい、まず携帯ありますか、はい、ありますね、次お財布ありますか、ない、あるある、お財布ありますね、ないです、え？ないです。え？
え、普段使ってるカバンじゃないのだってこれ。今入れてなかった。あとは移動に必要なスイカ。私スイカ落としたからな。今っていうんじゃない。スイカありますね、さやちゃんは。はい。え、リサのスイカはなんとですね、最寄りの警察署にあります。今バカすぎる。土日だからちょっと取りに行けないんですけど、どっかのタイミングでなんか落としたかなんかで、昨日ちょっと警察署からですね電話がありまして、リサさんの保護者の方ですかって夕方に急に電話来て、マジびっくりしたから、本当まるまる警察署のものですけどみたいな衝撃。なんかリサ悪いことしたのかなって思うよね。それは本当にそう。じゃない。じゃあ最後に、まあ、スイカとか財布は入れなかったけどこれなら持ったよみたいな感じでちょっとアピールしてもらっていいですか。ありがとう。思ったよ。え、ちょっと待って、マジでやばい。やば、今でも飲めるそれで。はい、飲んでください。いやいやいや、飲んでください。飲んでみてください。なんか全然飲めない。私色やばいってねえ、大よちゃんの色やばいって。そんな色じゃないでしょ。え、こういうやつなかった。ウーロン茶じゃん、それ。ウーロン茶化してるよ、もう。怖すぎ。もう、あ、ママが分かります。もう、これは切って持ってきます。はい、じゃあ準備ができたということで、行きたいと思います。大丈夫ですか？マジでこれ、マジで？はい、ちょっと無理です。とりあえず、その格好で。ちょっとやばいっすね。やばめだね。じゃあ、このチャレンジをね、いただいた視聴者さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。バイバイ。バッタンバリン。シャンシャン。バッタンバリン。